ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継、今日は宮崎市からです。来年に開催が延期された国分祭・芸分祭宮崎に向けて焼酎で盛り上げるキャンペーンが始まっています。宮崎市一番街の飲食店から畑アナウンサーに伝えてもらいます。畑さん。はい、私は今一番街に来ています。県内で実施されているキャンペーンというのがこちら、宮崎ハイボール飲んで応援キャンペーンです。県内3つのエリアの49店舗で実施されています。宮崎市では21店舗、都城市では13店舗、日南市では15店舗が参加しています。今日はその中の一つである宮崎晴れ海にお邪魔します。早速入ってみましょう。店内に入りますとすぐに水槽があります。アジが泳いでいてとっても生き生きしていますよね。店内には漁に使う浮き玉がライトとして使われていたり、写真が飾られていたりと、海の幸が魅力のお店なんです。ここからは支配人の小川さんにお話を伺います。こんばんは。こんばんは。宮崎ハイボール飲んで応援キャンペーンとはどんなキャンペーンなんでしょうか。はい、来年の国分祭・芸分祭で宮崎の焼酎文化がフォーカスされるので、飲んで応援しようというキャンペーンになります。宮崎ハイボール初めて聞きました。どんなハイボールなんですか。はい、宮崎には米、芋、そば、麦などいろいろな焼酎があり、その違いをハイボールで楽しめるところが魅力なんです。米に芋にそばにいろんなものがあるんですね。はい、せっかくですから飲み比べていただこうと、芋焼酎と米焼酎の宮崎ハイボールを用意しました。この時間飲みたくなりますよね。そうですね。そのお隣にあるのは、はい、こちら当店自慢の活締めマアジの姿造りです。先ほど水槽にもアジがいましたもんね。はい、新鮮なお魚早速いただきます。身が締まっていてとっても美味しいです。このお料理と一緒にハイボールをいただくんですよね。美味しいでしょうね。まずはこちら芋焼酎のハイボールからいただきます。芋の芳醇な香りがすっと鼻に抜けて、旨味たっぷりの味と合いますね。はい、続いてこちらが米焼酎のハイボールです。あ、お米の香りとコク、濃厚ですね。また芋焼酎とは違った楽しみ方ができますね。そうですね、こんな風にいろんな焼酎を気軽に楽しんでいただけるのが宮崎ハイボールなんです。さらに県産の特産品を使ったものもあるんですよね。はい、こちら宮崎県産の日向夏シロップを使った宮崎日向夏ハイボールもご用意しています。皮まで丸ごと入っておりますので、かき混ぜて飲んでいただければと思います。はい、果実も皮もたっぷり入ってます。今年で発見されて日向夏は200年なんですよ。フルーティー、これなら焼酎を普段飲まれない方でも楽しめそうですね。そうですね。さらにハイボールだけではないんです。豪華なプレゼントが当たるチャンスもあります。はい、店内で宮崎ハイボールの写真を撮影し、応募ホームページにアップロードしていただくと、抽選で豪華なプレゼントが当たります。シェラートンに宮崎牛に本当豪華ですね。そうですね。応募方法も簡単なので、私も応募してみようと思います。皆さんも宮崎ハイボールを飲んで国分祭・芸分祭を盛り上げていきましょう。以上、中継でお伝えしました。